ハジロミズなぎドリは、ミズなぎドリめミズなぎドリかに分類される鳥類の一種。オーストラリア東部沖のロードハウ島と付近の当初のみで繁殖する。非繁殖期には、北、太平洋に北上するが、北西部の方が数が多い。日本では、春から秋にかけて、本州中部から北海道にかけての太平洋岸で観察される。通常はから数で記録されるが、 50倍以上の群れが観察されたこともある。また、陶器の記録もある。全長約40センチメートル。翼海長は95から105センチメートル。全身暗色の大型種で、背面は濃くスレート暗褐色。くちばし周辺のみ白い反転がある。体の仮面は、やや淡い黒褐色である。翼の仮面は、初列かざ切り器部の白色が特徴的で、 黒い円体がある。くちばしと足は黒色である。尾はくさび型でやや長い。私有動植である。繁殖期以外は海洋に生息する。翼は長く、羽ばたきはやや緩やかで低い滑空で飛ぶが、風雨波があれば、弧を描いて早く飛ぶ。海上の比較的高い場所を飛んでいることが多い。植生は動物食で魚類や軟体動物などを捕食する。 繁殖形態は卵生。繁殖期にはコロニーを形成し、岩の間や土中に穴を掘って映像し、一覧を生む。ありがとうございます。